A のマビグルメ案内の順です。今回は山形ラーメンランキング、第3弾をお送りしたいと思います。ラーメンランキングなんですけど、前回前々回が好評でしたので、好評だったので、第3弾を今回お送りしたいんですけど、第2弾以降にですね、お邪魔したラーメン店の、ラーメンをですね、個人的に美味しかった順にですね、ランキング方式で、お送りしたいと思います。あくまで、個人的な感想というか、個人的にこれはと思ったラーメンですので、どこ行っても美味しかったのですごい悩んだんですけど、どこが1位になったか皆さんも考えてみてください。そしてハピグルメでは山形グルメをどんどん紹介していきますので、チャンネル登録してお待ちいただけると嬉しいです。早速行ってみましょう。
これ塩ラーメンじゃないはい、ということで第1位はエンジンさんでした。まあ、第3位のね、あの日向さんはもう札幌ラーメンなんで、山形ラーメンっていうのもなんか違うかもしれないんですけど、まあ、山形にあるラーメン店ということのっていう括りで、考えました。で、山形の味噌ラーメンにはないですね、そのコクとこう濃厚な味噌が美味しかったです。で、三昌さんの中華そばは本当一口目で結構なんだ感動したといいますか、最近食べた中華そばでは一番美味しかったということで2位です。1位のエンジンさんはですね、買い出しのラーメンということで、これはねなかなかないので比較できるラーメンがあんまないんですけど、あのいや本当初めて食べた時はあこんなラーメンあるのかと、あれ醤油ラーメンだっけな、醤油でもない塩でもない、あの本当買い出しのラーメンという感じで、旨味と香りが半端なかったんで、今回1位にさせていただきました。これからもですね、どんどんラーメン屋さんにお邪魔してですね、第4弾やれるように頑張っていきます。皆さんコメントでですね、ここ美味しいよ、あそこ美味しいよっていう風に紹介してくださるので、たくさんコメントもらってですね、それがモチベーションになって、今やれてますので、どしどしこれからもコメントください。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。今回もごちそうさまでした。